10月17日日曜日、被災東高戸町にある被災ふるさと文学館で、江戸時代の医学者立花南慶の歴史講座が開かれました。立花南慶は江戸時代中期から後期に活躍した被災出身の医学者です。この日は被災ふるさと文学館で。 立花南慶の歴史講座が開かれ、十四人が参加しました。ね、講師は、松阪市にある本居宣長記念館で、事務長を務めていた。井ノ口武彦さんです。ですね、す立花南慶は、人体の解剖についての詳細な手順を記した書物を残したり。医師である自らが執刀し、画家に詳細を記録させる。 当時では画期的な方法を用いたりして医学の発展に大きく貢献しました。したですので,です、ね、井ノ口さんはその追い立ちや業績などを説明し、医学者としての一面だけでなく国学者や随筆家、旅行家としても活躍し、多彩であったその生涯について紹介していました。参加者は話を聞きながらメモを取り。 真剣な様子で講座を受けていました図書館で学ぼう郷土の偉人橘南慶の模様はプラザツで12月1日から31日まで放送します